津久田駅は、群馬県渋川市赤城町津久田にある、東日本旅客鉄道上越線の駅である。築堤上に、相対式ホーム2面2線を有する地上駅。2つのホームは、校内、岩本寄りにある1本の古線橋により結ばれている。ホームはかさ上げされておらず、列車の床面とホームとの間の段差が大きくなっている。各ホームに、 待合所が一棟ずつ設置されているが、駅舎はすでに撤去されており、渋川駅管理の無人駅となっている。簡易水カ改札機設置。群馬県東計年間によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。東駅は狩野野という小さな集落に位置している。駅の南約400メートルのところで、赤木山山頂の大沼に橋を発する沼尾川が、 利根川へと注いでおり、沼岡は浸水公園がある。当駅を起点とする道路としては、群馬県道151号津久田停車場、前橋線がある。しかし、道路環境が険しいため、幹線道路としては機能していない。利根川を挟んで対岸には、国道17号が走り、渋川市立場白井小学校跡、群馬用水やか橋場見分水港、ビオエナジー場、 白井太市陽光発電所などがあるが橋はかかっていない。ありがとうございます。